バララーマは、プラーナ文献の伝統による九番目のアバターラである。ヒンドゥー教の神で、弟はクリシュナ。バララーマは、他のアバターラとは違って、ビシュヌ自身ではなくむしろ、ビシュヌの蛇やナンタである。彼は、トライアドの神の一人として、ジャガンナートの伝統において、特に重要デバラでは、バラバドラ、ハラダラ、ハラユーダとしても知られており、 最初の二つの形容詞は彼の強さを示し、最後の二つは必要に応じて農機具を武器として使用した神として彼を農業や農民との強い関係から払うと関連付けられている。紀元後の最初の千年の後半、インドで仏教が栄えるとともに、ブッダが9番目のアバターらであると言われることが顕著になり、それはヒンドゥー教に同化された。 ビシュヌ派の詩人ジャヤデーバゴスバミの有名なギータゴービンダのダシャーバターラストートラではバララーマとブッダ両方が賛美されている。ブッダはそのため多くのヒンドゥー教徒からブッダデーブとみなされる。しかし仏教徒はブッダをアバターラとして考えない。現在のブッダをアバターラと考える著名なヒンドゥー思想家にサルブパリ・ラーダークリシュナンがいる。一方、 ドバイタの支持者は、異なった基準を解くため、特に、ブッダをアバターラと考えずに代わりに、バララーマをそうであると考える。マトラの、バララーマ、中世初期。バラーマオンパンチ、マークトコインズ、ポッシブルディピカションオブバラーマ、オンレート、ポスト、マウリアン、パンチ、マークトコインズ、HE's ショーンウィールディング、a ドエ a プラウ、ラマとクリシュナとチラスの属性。 近くのカローシティ文字の碑文には、ラマ、k r i s と書かれています。西暦1世紀。カンボジア、タケオ、アンコールボレーのプノンダからの6世紀のバララーマ。現在、カンボジア国立博物館に展示されています。クリシュナとバララーマは両親に会います。ラジャラビバルマによる19世紀の絵画、バララーマとその配偶者、 デバティ・ナスではラカイがバララーマは、ユディシュティラをアクルラとプラディウムナと一緒に抱きしめ、巡礼に行きました。バララーマのシヒンズー教の伝統では、バララーマは、農民の守護神であり、農具と繁栄の知識の先駆者であることを意味しています。彼は、ほとんどの場合、バターを盗んだり、子供の頃のいたずらをしたり、弟のクリシュナが土を食べたと野生田に不平を言ったり、 牛舎で遊んだり、教祖サンディパニの学校で一緒に勉強したり、邪悪なレスラーと戦ったりするなど、クリシュナと一緒に見せられ、説明されます二人の兄弟を殺すために、カムサによって送られた。彼は、クリシュナの絶え間ない伴侶であり、常に用心深く、ビシュヌ派のプスティマルガの伝統の形容詞、レオックレオックダウジにつながりました。彼は、 農業従事者のための創造的な知識の貯蔵庫です。ヤムナ川の水をブリンダー版に運ぶために水路を掘った知識。果樹園、農場、森林を復元しました。商品や飲み物を生産しました。アバーブ、イレブンス、センチュリーアートショーイングバラーマウィズ、ラクシュミーバスデーバ、ビロー、アブストラクトアイコンスオブザスリー・インザ・ジョグナット、 トラディション、ブリンダー版のクリシュナ、バララーマ寺院のクリシュナ、バララーマの神々、ありがとうございます。